象土地もマミヤ海協会、馬島カラフト東海馬島の市海馬島は、宗谷海峡に存在する島。カラフト島の南西に位置し、晴れた日には、宗谷岬を含む湧かない市内や利尻島、レブン島からも見ることができる。現在は無人島となっているが、日本領時代には集落が存在した。別称として探検家ラペルーズの命名によるモネロン、島があり、 ロシア語による名称の由来となっている。現在はサハリン州の一部としてロシアが統治している。古くは商法日本図において石よ古端として描かれており、元禄十三年の正木東高町では西江戸地の離島として石よ古端が記されている。完成2年の最ガミ内江戸国風俗人情の沙汰では豊島について 名吉から南に六里内市は七里離れた海上にある、島としている。文化七年の国旅行中須並び天堂では、もしろとして記されている。文化十三年のまさきえぞち図には、ともしりとして記されており、別名として、石横丹を挙げる。海江七年観光のえぞこを境与地前図においても、ともしりとして見える。1909年発行の東和与地図では、 とどもしり島として記載されている。島内にのみ見られる種を含む380種類の植物が自生しており、海、馬島特殊植物群落地帯として、カラフト町の天然記念物に指定されていた。デブン島とは海底山脈によってつながっている。日本統治時代には、本都郡海馬村に属しており、1941年には751人の居住者がいた。 1945年8月にソ連軍によって占領される。島民は略奪や暴行を恐れてすでに島を脱出していた。ありがとうございます。